皆さんこんにちは。こんにちは。今日は私静川の趣味の世界をお届けします。はい、静川さんといえばボードゲーム。そう、私ボードゲームが好きで、家にもいくつかありますし、うん、あの大分市のオーパムの近くにあるボードゲームカフェジョーゴってあるんですけど、うん、できた当初からずっと行き続けてる常連なんです。おお、もうじゃあゲームは、まあ、もう静川さんはボードゲームはかなり OBS の中では詳しいと言える自信があります。今日はその中で一つ皆さんに紹介したいボードゲーム、こちら、でれん、キャット&チョコレート幽霊屋敷編です。これどんなゲームかっていうと、幽霊屋敷でピンチが訪れるんです。そのピンチを手元のアイテムを使って出していこうねっていうおしゃべりするゲームです。ね、想像力が必要になってくるゲームですよね。だから、例えばこういう風にカードがあって、うん、こういうピンチが出るんです。ダデン、地下墓地、静川が地下墓地にいます、うん、たくさんの生ける屍が押し寄せてくるんです。うわ、大変な状況や。いや、大変だ。これこの大変な状況の時に手札が3つ決められています。じゃじゃん、仮面、水晶玉、ジーンズ、この3つのアイテムの中から次のカードが2って出てるんで、2つのアイテムを使って脱してください。なるほど、この中から2つを使ってこの状況から脱出するってこと、うん、そう。平山さんだったらどうしますか？私だったら仮面と水晶玉使うかな、うん、おお、どうやる？まず地下墓地にいる生ける屍たちをこの仮面をかぶって驚かせます。そして驚いたところで水晶玉に力を込めて、すべてその生ける屍たちを水晶玉の中に閉じ込めます。結構強引やね。それを話を聞いて皆さんはどう思いましたか？これで納得すればせーのグーサイン、ダメだったらせーのバッドサイン。なるほど。で、他のプレイヤーも合わせて OK が多いかバッドが多いか、今日は簡略化でこういうルールでお届けしようと思います。はい、静川さんと私で対決をするっていうことでいいですか？そう、で、この YouTube 企画のプロデューサーの、K さんと女性の T さんにも手伝ってもらって、うん、3人でジャッジをします。で、本当であれば、はい、これランダムでこういうふうにたくさんカードがある中でどこかエンドが出てくるんですよ。エンドが出たら終わりですよ。して、それぞれのみんな持ち札を数えましょうっていうやつなんですけど、今日はちょっとそれだと尺が読めないんで、尺の問題のことを考えて5回やります。なるほど。じゃあやってみましょうかね、はい、これちなみにこのアイテムがめちゃくちゃ重要。3アイテムだと全部使い切らなきゃいけないってのもあるし、1アイテムだったら逆に1つだけでやらなきゃいけないっていう。いいよし、はい、じゃあ3枚どうぞ。はい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 、ありがとうございます。手札ありますね。あ、手札先見て大丈夫です。はい、お、最強やこれ。最強。これ難しいな。これは勝つ。とりあえずよし、じゃあいきます。先攻後攻じゃんけんいきましょう。5回勝負ね。最初はグー、じゃんけんポン。じゃあ私が勝ったので先攻、じゃあ先攻でいきます。はい、いきます。はい、じゃねん。なんだ、温室、巨大な植物の根が、うずきかなこれ、岩に襲いかかる。あ、君に襲いかかる。うわー、さあ君に襲いかかる。カード3です。うわー、これ全部使わなきゃいけないんだ。3つ使ってこのピンチを脱してください、はい、平山さんどうぞ。私が持ってるカードはデデン、はい、鳥かご、そして古い鍵、はあ、効果。これどう使う？これ難しいなって。これ全部使わなきゃいけないんですよね、はいはい、うん、音質で、これ植物が襲いかかってくるってことですよね。そうです。まずどうしようかな。コインで、はい、うわー、どうしよう。コインを植物たちに投げます。おう、まあ襲いかかってくるぐらい元気な植物だから、うん、コインの方にわっとみんな根が寄ります、うん、でそこに鳥かごを持っていき、うん、さらに歌を歌ってもらって気を引きます、うん、その間に古い鍵を使って、うん、もうそーっと音を立てずに逃げます。そして鍵をかけて根を押さえ込みます。よし、OK だったらグー、ダメだったらグーでいきましょう。せーの。ダメですね、はい。ダメか。これはポイント7です。難しい。いかに早くやるかという。本当これでも鮮度って大事です。鮮度が大事なんです。これ時間かけて考えれば考えるほど分からなくなってくる。そう、じゃあ私いきますね。はい。よし。デレン。
礼拝堂亡霊がさまよっている、気づかれると取りつかれると。2枚使ってやりますね、はい、これ気づかれるとやっぱり襲いかかられるってのがあるんで、まず重要なことは気づかれないこと、音を出して弾く必要があるんで、オルゴールでみんなそっちに意識を向けます。でこれ閉じ込められて大ピンチ、そういう時やっぱ扉って絶対鍵がかかってるじゃないですか、工具箱があるんですよね。うまいことガチャガチャドアノブ開けるんです。いきます、せーの、うわー、あ、俺くっ、俺くっ、俺くっ、ちょっと完璧、これ良かったでしょ。ほら静香がまず出しちゃって、自分で自分に票を入れてしまったけど、マッチ打ちだった。よし、はい、いや完璧な、仕掛けで、これはね強いんですよ、工具箱が、はい、2回戦目、はい、はい、カードはこちらです。でねん、小屋なんて、壁の猟銃が暴発する、弾丸はまっすぐ君に向かってくる。やばいじゃん、どうすこの状況。2枚使ってください。2枚ですね、2枚、ですね、うわー小屋でしょ、うん、どっち使おうかな。あ、わかりました、はい、まず、うん、シーツを使って自らが幽霊と化します。おうおうおう、でそこで気を引いている間に、うん、隙をついて拳銃で亡霊たちを撃っていきます。はい、いいですね、はい、せーの、おー、残念、辛い、辛いな、判定が辛い、プレイヤー側じゃない人間の判定が辛い、ね、これやったことのない人間の厳しさね。言葉を思いつくのがいかに大変か分かってない。人のツボを考えることが大事よ、これ。確かに。OK。ではいきます。私です。ででん。はい。美術品保管室。飾られていた甲冑が動き出し、襲いかかってくる。3枚使います。まず、飾られていた甲冑が動き出す。甲冑はやっぱ軽いんで、かなり動きが機敏だと思うんです。まず動きを遅くするためには、水中の中でもそうなんですけど、衣服をつけることが大事なので、タキシードをバッてかけます。で、それでもやっぱ動きは軽い。そこでスプレーで締め出せます。で最終的にそれでもやっぱどうにもならないんでダイナマイトで殺す、はい、せーの。まあいいか。最後結構強引な感じでしたけど、ね、もう最初からダイナマイト最強か。それは別にここの2つどうでもいいんだ。いやでもちゃんと筋が通ってた。そう、なんとなく雰囲気を作るだけ。もう全部ダイナマイトに持ってかれましたけど、ダイナマイトも強いカードだからですね、はい、どうぞ。はい、私のカードこちらです。でね、ワインセラー。部屋が強烈な冷気に包まれる、扉には鍵がかかっている。ワインセラー1枚です。1枚、1枚のカードを使ってこのピンチを脱してください。うわー、1枚しか使えないんですもんね。もうこれ苦渋の決断ですよ。はい、自分自身が傘に包まってとりあえず寒さをしのぐ。いきます、せーの。あー、プロデューサー K 判定良かったけどダメ、ダメ、他の人が納得せず、ちょっとな、多分な、これすぐさまこれを言えれたらありやったけどちょっと遅かったよな。うわー、これもう、そっか、スピードが、スピードが大事なんで、本当に。でれん、ブン、階段で足を滑らせた。このままでは転がり落ちてしまう。3枚ですね。まずですね、階段で転がり落ちるときにちょうど握っていたのが懐中電灯で、まず明るくする必要があると。あ、足元、その時に あれと思って、ちょうどポケットにガムが入ってたんですよ、うん、けどガムはやっぱ粘着力が弱い。謎の小瓶でガムが大きくなるんです。せーの。いや、これ無理だよ、これこれまで厳しい、これ無理がある。はい、4回戦目、もうあれですか、もう終盤戦に向かってるんですか。もう終盤です、はい、早いな。じゃあいきます。カードはこちらです。デレン、ホール。幽霊たちがダンスに誘ってくる。誘ってくる。うまく踊らなければ。うわ、これ私の得意分野ですよ。2枚、ね、2枚のカードを使うんですね、はい、うん、ダンスですよね、うん、だからやっぱりこう生き物が重要になってくると思うので、うん、まあ猫にも参戦してもらいましょう。おー、なるほどね。はい、で猫にも参戦してもらってるとだんだん楽しくなってきた。楽しくなってきたのでチョコレートを皆さんに振る舞ってもっと楽しくなってもらいましょう。楽しくなってる隙に脱出します。せーの。おー、すごい。これはだけどテンポ感が良かった。ちょっと無茶だけど、だんだんちょっとずつ
慣れてきましたよ、そうなんです、で厳しいな、ちょっといきます、デリン、ダイニング、ナイフやフォーク、食器などが浮かび上がって飛んでくる、2枚使います。ですね、まず一番重要なことはディフェンス、試合はディフェンスからです、野球もサッカーカワーカマンで全て防ぎます。なるほど。その後大事なのがオフェンスです。バールで全部打ち返します。せーの、ゆー無茶。いやー、こう野球とかね、サッカーでかけてくると、そう、やっぱそういうところでやっぱやらんと無理だから、これラストですね、はい、おお、うん、なるほどなるほど、はい、どうぞ。じゃ最後のカードはこちらです。書斎、書斎、電話が鳴る、出てみると君の恋人からの別れ話だった。1枚です。もう1枚、1枚別れ話だったってことは、うん、そのどういう状況だこれ、ちょっと書斎、ちょっと謎だよね、うん、書斎である必要があるかどうかは謎ではない結構、まあ、このでも書斎から逃げ出さないといけない、うん、もしかしたらその別れ話を持ってきた彼がやってくるかもしれない、うん、ってことですよね、ってなったら、はあ、あの私じゃないですよと仮面をかぶるいや、せーの、面白い、いや面白い、なるほどね、いい話の切り替えです、うまい、あ、よかったこれ終わりですね、ラスト勝負ですから、はい、じゃあ最後の鈴鹿さんのカード、はい、はい、でで寝室、最高の女性が誘惑してる、マジかよ、だから彼女は明らかに悪魔、今いつかそうですね、最高の女性がまず自分自身のペンダントで最愛の女性を思い出す、その後水晶玉をぶつける、はい、せーの、サミア結構いいと思ったんやけどな、これこれもうちょっと使い道あったんじゃないですか、水晶玉はもうどうせ映し込むだから、みんな映し込むから、たまには物理でって思ったのよ、はい、っていう勝負で、5回終わりました、平山に静川さん、僅差、後半追い上げたね、追い上げましたけど、前半の、私がリード守りきりました、イエーイ、ね、ちなみに面白かったでしょ、面白かった、頭が、はい、結構でも痛くなってくるくらい、年齢関係なく、あと話の種になるっていうので面白い、意外と小さい子供の方が、頭柔軟だから、面白い回答が来るかもしれない、それはあるかもしれない、だからとりあえずテンポ感となんか話す練習ってので、キャット&チョコレートはめちゃくちゃおすすめです。また、あ、悔しい、ちょっともう一回やりたい、これいつかの機会で違うキャット&チョコレートやってみたいですね、はい、ちょっと次はリベンジします、はい。